はい、こんにちは、カズボです。ロマンシングサガ 3.1 に続きやっていきたいと思います。前回ね、不快に行きましたね。それでもうなんか言っちゃっていいのかな、結構いろいろ撮ったんだけど、あれはやっぱオブジダンソードだったんだけどね、覚えないんだよね。こういう技ってないのかな、なんかありそうだけどね。邪剣派だっけ、なんかそんなありそうだよね。これがトロールストーン、ああそうだね、凍結パターン前回撮ったんで、これを作ろう。あともないか、ないね。で、あとノーラ強くすればいいかな、まあ、なんとかなるかな。リバイバとシャドウサーパントないから結構きついんかなと思うけど、ちょっとレベル上げて、あ、戦って、ヴァンパイアのとこどうなんだろうな。結局なんなんこれ、情報聞けない、なんか知らないキャラがいっぱいいたよね。スタンレーももうおしまいだね。まあ凍結パターン取ってもういっちゃうか、ダメかな、西にある、ヴァンパイアの住処らしいな。聖杯とかじゃないのこれ、違うのかな、結局じゃああとはもうジュエルビーストとかかな。凍結パターンってこれ精神スタン無効気絶、だいぶ下がるな。あれシーフがいた、あれいた、この人フォークウィンド掃除してるの、またこれ、あれなになに、あれちょっと待って、このキャラでやったっけ、自分連れてきてたのブブーってなる、できるよね、なんでブブーってなるの、あ、これか、あ、なるほどね。あ、これでいいね。で、だけどジュエルビーストか、術ないときついよな多分、あれここだよな、あれどうだったっけ、他ってなんかないのかな、全部回ってみる、温泉の中でも物買ってこないといけないしさ、ここのとこ涼しいね、何もないか、開けも何もなくて、あとは、まあ、変わってないかな、リグルフとかなんか変わってなさそうだもんね、ネットアンチも変わってないよね。海賊シルバーってあれどこに、あれいるよね多分、待ってブラックに話したらなんか言わない、ブラックとシルバーだ、名前すごいな、待ってやめといて、仲間なんじゃないの、ブラック連れてったら仲間入ったりしないのかな、どこだったっけ、めちゃくちゃ強い、あら、そうか、上から降りるしかないのか、なんか変なの見つけたんだけどね、あれこっちいるのかな、あ、今いない、いたね、カメゴーラ割りの邪魔なんだけど、さてやるか、なんかこれなんかない、なんだこれなんかない、ジュエルビースト、こいつ強いんだよ、魔法防御高めるとかあるから、カメゴーラ
翼高めたらさ、いけるし。なんだっけあれ、ジュエルブラスト、ブラスターだっけ、あれ食らったらまずいんだ。ゼロ、なんか斧で行くしかないってことか。魔法防、素早さと魔法防御高めるだもん。ノーターだ、我々。なんだこいつ、何やってんの。おお、何やってんの。え、何これ、ブラックジャック。なんだ、どうしようもないじゃん。4900って何これ。いやいや、待て待て、ちょっとおかしいでしょこれ。これ倒せない、倒せないよね。ちょっと待って。ノーターガン、だから水防ぐ、水そ、また鍛えなくちゃないってことじゃん。そしたらこういうダメージが増えてれば、あの5回攻撃とか、あんなのどうやって防ぐの。スターフィクサーガヒン、待って813、あとも回復だね。次の行動によりちょっと考えよう。ここは考えないとダメだ。火はダメか。あ、270して。待て、アイテムで回復した方がいいってことか、ボルカノは。だからボルカノじゃなくて逆にシーフの方がいいってことだ。超凝視。耐えた耐えた。攻撃しないとまずいもんね。あ、こいつカエルか。あのヘビのやつどうなんだろう、食うのかな。シャドウサーパートを使えばダメージ倍いくからね。5200いった。いけないことはない。頑張ればいける。だからオブシダンソード持ってるから、あそこで乱れ雪月下使えばいけるわ。ボルカノとチェンジだね、もしやられたら。なんか頑張ればいけそうな気するもん。最初のウォーターガン痛かったね、あれね。頑張ると当たりだ。踏みつけ、打ちかまし。これってどん、あ、なるほど。体当たりもあんのか。なんか頑張ればいけそうじゃない、これ。大丈夫だろう、ハリード。544。なるほど。あ、耐えてんね。
ング同士だから戦闘するんだ。あのハリードが先に動いてくれれば全員流れて攻撃するから。だからここエリクサー使えるからね、ボルカノじゃなければ。オッケーオッケー。全体攻撃がアウト。あ、来た。さて、これが来なかったからね。翼かかってんね。いけるね、これ頑張れば。いやちょっと待って、いけない。はい、行くぜ。ここはもう決まりなんだよ。ムーングローとかもあるから、剣ってどうなんだろう。なんだ、赤くなってる。ハリドが赤くなった。なんで。硬いな。なんでだ。タイプあんのかな。ピカピカ。いかない。あ、ひどいな。え、待って、今ゼロだったな。なんで？なんで妖精ゼロだったの？ちょっと待って、なんで妖精、ちょっと待って、なんで妖精ゼロだった？ちょっと待って。ダメージゼロだったよね、今、ジエルブラスター。何で防いだんだ、あれ。あれ防げればいける。なんで防いだんだ、あれ。エクセルガード、違うよな。何で防いだんだ今。何でジュエルブラスター防いだの、あれ。寝てるんだよね最初ね。寝てるんだったらちょっと自分に関係ないから。だってどっちみち回復するからね。カメゴーラでしょ。関係ないよ。あれ、ジュエルブラスター防げないかな。寝てるうちにとりあえず全部かけて挑めばいいのか。リバイバとかシャドウサーパントとかかけてね。このターンだってサービスだもん、ね、絶対それ必要だよね。倒せなかったらちょっとそれ考えてみる。あのジュエルブラスターって撃ってくるあれあんのかな。起きたよね。メディテーション、これで絶対かける必要ある。もしかして、
アメゴーラで2倍かな、これで2000いってればちょっと嬉しいんですけど。防具高めるだろうね。ああ、耐えてるんですけど、これ大事だよ。リバイバーあればもういける。シャドウサーカントとリバイバーあればいける。覚えてないんだもんだって。生命の炎、戦闘不能になってもそのままかな。ありありあり、お、あり。待てよ、生命の炎ってこれ確かさ、待てこれ自動回復だよな多分。5000いけば、ああいかねえか。これ全員回復しながらいけばいけんじゃないの。で生命のさ、これで全開でしょ。だからジュエルブラスター食らったって大丈夫ってことだよね。とりあえずはね。一旦考えっか。相手もやってくることもあるからね。連続ではやってこないのか。超投資。これで変なタラあれでどうなる。あ、なんもなんねえ。これはちょっと当たりじゃない。アムゴーラじゃなくて斧あったじゃん。高速ナブラ全員特攻すればだっていけるし。これ当たるのが、ああ。燃料ここかけてないな。なんかいけんだよねこれ。大丈夫かな。耐性だってこれで十分でしょ。ああまあ、シャドウサーパーとかかったら最高でしょ。アメゴーラ取れてんのかな。なんで5000いくときあんのあれ。次のターンまた考えようぜ。今日だ。一回しか動かない。602か。これ全部そのままいっちゃっていいかなって思うんだけど、どう思う？だからやりながらだから、こう邪剣とかでさ効かなかったじゃん。カメゴーラ割りで。これだって大きいもん。あ、芝トライアングル、これで2000いくんじゃない。いかないか。自動回復分は確かに。なんかジェールビースト攻撃ムラがない。ムラがあるよねこの人。
発やってみるか。聞いてるとき多分聞いてるよねこれ。一旦ごと元に戻ったりする、もしかして。いや、ゼロでいいんだけど、守備力下がってくれれば次5000とか食らう時あるじゃん。あれ何なんだろうと思ってさ。仮面ゴーラの次はダメージ増えるとか。あ、そうかも。回復レターが2000いかなければ多分そうだって。あ、いてんな。どうだ、1回しか動かない。結構もね。だって今考えることはなかったからね。あ、4000とか食らってる時ってやばくね。なんかすごいことやってくるんじゃない。でも全員もうこれ1万ぐらい食らわせるもん。すでに攻撃してたから自動回復分は削ってたもん。お、あの村って、あ、なんだこれ。この村がすごい、こいつ。前やった時ってやばかったんかな。ジュエルブラスは2発ぐらい使ってきたよね。あ、サファイア。サファイアっていいやつじゃなかったっけ、これ。やった、いけた。何がいいんだろうな。ボルカノも強いんだけどさ、ハートウィークよりこっちの方がいいし、鋼鉄パターン。いや、ありだよな。なんかいけましたし、え、待って、これ、どこだっけ、あれ、海行ったら、なんかない、これ。ちょっとカットするね。さすがにそこまで行くのはちょっと骨が折れるんで。はい、よく来たな。お、あ、一緒か。